い、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて、本日見てもらいたいのですね、なんていうんだろう、ネクロマンサーですね。ネクロマンサー、まあネクロマンサーです。何って話ですけども、ちょっと見せちゃった、ごめんなさいね。ネクロマンサー大量の編成で、これね、バットスラップみたいなコウモリ混ぜるやつじゃないんですね。代わりにクエイクをゴリゴリ混ぜる、まあ、そんな編成です。で、どんな風にまあね、攻めるのか、まあ、まずは動画を見てもらいたいと思います。こちらですね、壁はまだですけども、まあ、防衛施設的にはカンスト級ですかね。で、ここのね、編成見てもらうと、まあ、ネクボですね、ネクボ。ネクロマンサープラスボーラーなんですけども、こうね、クエイク、まあ、今4個になっちゃってますけど、合計8個持ってってるっていうのが、ちょっとね、この編成のすごいところですね。1個をここに使って、もう1個をここに使います。ここね。ちょっと見てみましょうか。まずはね、いろいろお話をする前に、百聞は一見にしかずということで。この戦術のいいところは、プランを事前に決めたら、そのままね、あとゴリ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 ユニットをもう出すだけっていうところなんですよね。最初に、ゴーレムを出して、しっかりターゲットを取って、で、その後スケルトンではないな、ネクロマンサーを出して、ゴーレムがターゲットを取っている間に、ちゃんとスケルトンを生成して、で、ネクロ本体を守る。で、中盤以降は、スケルトンが盾になって、逆にゴーレムを守ってますよね。なんで、ゴーレムが今2体とも、こことここで、ピンピンしてね、生きてるのが見えると思います。ここに1体いて、あとここにも1体いますね。2体ともまだ破裂してません。で、終盤以降は今度逆にゴーレムがターゲットを取るというね、序盤、中盤、終盤でターゲットがゴーレム、スケルトン、ゴーレムと移っていくような、まあ、そんなような、やり方になってますね。で、最後はもう、アーチャークイーンも生き残っているので、そのままスケルトンを盾にして押し切っていくという感じですね。まあ、非常になんかこれ見た感じどうでしょうね。これ簡単じゃないっていうふうに、私思ったんですよね。ものすごい、なんていうのかな。事故がないというか、自分のね、タイミングとかによって結果が変わっちゃう戦術ではないんですよね、これ。あらかじめも、予定帳を組んでおいて、それをなぞるような、まあ、そんなようなね、考え方になってきますから、まあ、プレイヤースキルに不安があることなんていうのは、これぜひね、使ってみてもらうといいと思います。で、ちょっともう一回ね、細かいところを見ていきましょうか。この戦術にちょっと新しいさを感じるので、少ししっかりめに解説をしていきたいというふうに思うんですけども、まずね、序盤、見てもらいたいのが、ここにあるウィズ島ですね、この3体。これやっぱりね、ネクロマンサーの天敵です。速攻スケルトンやられちゃいますね。あとはここにある、マルチインフィノタワー。この辺をどう処理していくかですね。しっかりクエイクで穴を開けてからゴーレムを出して、後ろからボーラー、さらにネクロマンサーを追加ですね。まあ、ゴーレムがターゲットを取っている間に、ボーラーを出していけば、そのボーラーたちがね、なんていうのかな、まあ、効率的にゴーレムへの被ダメージを減らしてくれるんですよね。なんで、まあ、順番的にはネクロの前にボーラーを出すと。で、このマルチインフェルノに対しては、しっかりバスターで、破壊してますね。で、多分これね、バスターはたまたまだと思うんですけども、破壊というよりも、ゴーレムと同じようにターゲット取りですね。で、ネクロマンサーの延命を図っていると思います。で、ウィザードの塔だったりとかに関しては、もうゴーレムがしっかりターゲットを取ってくれてたり、あとはまあさっきの、ウォールバスターがターゲットを取ってくれてましたんで、まあ、それによってね、スケルトへのダメージっていうのを低減してます。で、見てもらいたいのはここですね。このインフェルノ2本。これね、ボールは届かないんですけど、アーチャークイーンが残ってるんですね。で、アーチャークイーンが残ってるんで、しっかりと、この、マルチアイティ、アーチャークイーンがこう壊しますよね。で、もう一個ね、忘れちゃいけないのは、この距離。この距離の、要は2マス空いてる。このね、インフェルノタワーって、ネクロマンサーで壊せるんですね。実は知ってました。なんで、結構ね、2マス上げでボーラーに壊せないような、なんていうのかな、場所にインフェルノを置いてるような配置。このね、ネクロマンサーくんが、ちゃんかなが、この戦術でいくと、あっさり壊してくれるっていうね。それが、成功の秘訣です。まあ、やっぱりね、ウィザードの塔とかインフェルノタワーが、こうね、たっぷりこう、壁に穴を開けたときに、
壊せるルートになかった場合はこの多分戦術成功しないんですね。まあ、次もう一本見てもらう、動画っていうのは失敗パターンになるんですけども、それはマルチインフェトにやられてます。まあ、今回みたいに、この、ね、クイークを、使うことによってこんな感じになってますよね。すべての、場所がなんていうのかな、こうか、こんな感じかな、こんな風になってますよね。ほぼほぼめちゃくちゃこの広いスペースをクエイクによって作ることができるっていうのがまず、使える条件1点目です。あのネクロマンサーって本当ね、壁があると弱いんですけど、壁がないと強いんですよね。なんで、クエイクを落とすことによってこういう風にだっぴろいね、なんていうのかな、配置を作ることができる場合っていうのはまず使える。これが1点目。2点目はこことかこことかこことかにあったマルチインフェルノ、あとはまあウィザードの塔ですね。この辺確かあったかな。まあ、こういうウィザードの塔っていうのを、しっかりね、ごめんなさい、ゴーレムとかでケアできたり、あと最終終盤、まあ、このね、区画みたいなところに入っている、インフェルノタワーっていうのをアーチャークイーンとか、あとネクロマンサーで処理できる。これがね、この戦術を使える、かどうかの分かれ目になってきますんで、よくね、試したい場合には相手の配置を見てね、覚えておいて、いただけるといいかなというふうに思います。広い区画を作れるか、インフェルノ、あとはウィザードの塔をちゃんと壊せるかですね。さて、ではそういうところで次に行ってみたいんですけども、次はね、失敗パターンになりますね。あの失敗パターンはちょっとね、あのこれも惜しかったんですよね。 93% と、まあ、いうことでわずかだったんですけども、まあ、同じ編成ですね。で、見てもらいたいのはここです。このインフィルムタワー、こいつがね、最後残っちゃうんですよ。ここね、ここ壊せないですよね。壁からこれ3マスなんですよ。一番近くても3マス来ちゃってるんで、これ壊せないんですよね。まあ、どうなるかっていうのはちょっとね、このまま、動画を見てもらって、知ってもらえたらいいかなというふうに思うんですけど、まず1発目のクエイク開けますね。で、そのまま2発目も出して開けます。まあ、こうすることによって、広めの配置っていうのは出来上がりますよね。ここかな、今書いたここ、ここは塞がってるんですけども、あとここか、塞がってるゾーンっていうのはこの2つなんですけども、この塞がってないゾーンに関してはもうどんどんネクロと、ね、スケルトンが入り込んでいきますんで、隅々までね、そうすることによって全部全開できちゃいます。で、今このね、車線引いたところ、ここに関してはこれボーラーの攻撃が届きますよね。なんであっさりとボーラーがこう壊してくれてます。なんですが、こっち側、ここはやっぱりこのインフェルノにボーラーとあとネクロマンサーの攻撃が届かないんですね。さらに言うとアーチャークイーンももっと届かない。なんで今、この部隊がぶつかってますけども、見てください、これどんどんね、やられてっちゃうんですね、ここで。まあ、相手のアイスゴーレムとかネクロマンサーとね、当たっちゃったっていうのは、まあ、不運だったんですが、時間を取られてるうちに、ガン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 マルチインフェルノに削られてしまって、あっという間ですね。あっという間にスケルトンとかネクロが、このままやられちゃいます。ほとんど、この区画削れてないですよね。結構ユニットいっぱい残ってたのに。で、その、インフェルノが、こっちの今ね、タウンホールを壊した、こっち側の部隊にも猛威を振るってますね。ガン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 こういう風に振るっていって、でそのままスケルトンを全部、まあ、縦のスケルトンを倒しちゃって、この辺のね、アシャ島とかに、今思いっきりこれはゴーレムがなんか撃たれてますけども、まあ、そういう状態が作られちゃっていますよね。で、最後はグランドボーデンがまあ生き残って、なんとかね、一矢報いようとするんですけども、このアーチャー島にね、撃たれておしまいというところですね。これでグランドボーデンが押しておしまいとなります。どうですかね、失敗パターンと成功パターンを見てもらったことで、なんとなくね、使える場合と使えない場合の見分け方が分かったんじゃないかと思います。もう一回、復習すると、クエイク2発でなるべく全ての壁をつなげてしまう。こういうことですね。今このパターンで言うと、こことここ以外は全部壁に穴が開いてる状態、どっかしらからこうスケルトンが入れる状態ができちゃ、まあ、出来上がってますね。
こういう状態を作るっていうのが1点で、こういうふうに残っちゃった部分に関してインフェルノタワーとかね、真ん中にあった場合、それを外から壊せるかどうか非常に重要です。要は2マスかどうか、これですね、2マスかどうかが非常に重要です。今回の場合って言ったら残念ながらこれ、さっき3マスって言ったけど、これ4マスですね。4マス離れちゃってるので、各方面からね、ここも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 全部4マス離れてるんで、まあ、これじゃアーチャークイーンの攻撃も届かないですよね。し、当然ながら、ネクロマンサーは2マス先、ごめんなさい、2マス空いている。ならギリ届きますけども、ネクロマンサーは当然ダメ。で、ポーラーも1マス空いてるとこまでしか届かないんで、ダメと。いうことで最後、このね、インフェルノタワーに苦しめられて全滅ということになってしまいました。まあ、こういうね、残し方をしないで壁に穴が開けられる場合は、ぜひね、安定して強いんで使ってみてもらえたらいいかなというふうに思います。はい。ではね、ちょっと長くなっちゃいましたけども、本日はこの辺りで失礼します。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼します。バイバイ。